これ教育 TV うんこちゃんこれマジでやばいこれ俺一番好きなんだよな。この夕方の教育テレビを思い出す。夕方の3チャンネルを思い出すな。あ、だからせっかくの旅行先だから行くべ。ブラブラするよ。ガチャやってる。暗くてわかんねえ。部屋がムーディーすぎてセックスに特化しすぎてわかんねえよおい。あれまで溶ける嫌な。ありがとね。大変だ。お母さんじゃん俺の。ママ。私ね目見えないけどね目見えないんだ。おめえ一応設定守れよ。こっちになってください。お仕事ですか。あお仕事。京都でよ。楽しみに面接来たらよ。おばあちゃんや。芸が細かい。本当のおばあちゃんが来た。そろそろ仰向けにならないよ。俺ちょっと今日仕事で疲れてるから、足とかマッサージしてください。なになに？ああ、じゃあこのままバタン級だ。でもね、お店の人にね、メガネ取れって言われてるからね、私ね、あんたのからね、ほとんど見えないんです。メガネかけていいですか？こっからが本当にすごい。いやウルトラ怪獣シリーズなんだべさーみんなこれは一体どういうこと。カエル人間じゃない。カエル人間じゃない。カエルでした。もしかしたら俺に殺されたカエルの女かもしれない。化けててよかったな。なんじゃお前なんじゃこりゃークソぬるぬるだなんだ俺神だろ。どう見ても神だろこれ。ここがすごい。ザーメンで蛇口からさ水ひねったみたいな。この演出がすごすぎるマジで。もう二度とだから今日でいかねえわ。嫌いになった本気で。いやオチもいいな。いや全部がいいなマジで。